3日目のレースを終えた石渡哲平選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お願いします。まずはここまでの足の仕上がりをお願いしたいんですけども。そうですね、ちょっと前傾日は苦しいかなと思ったんですけど、スイートから先の足だけはなんとか、ちょっと伸び系統だけはちょっと良くなってきたかなとは思ってます。はい、エンジン相場的に他と比べて今どのあたりだったと思いますか？伸びはまあちょっといい方だと思うんですよね、はい、真ん中よりあると思うんですけども、はい、回り足は真ん中よりない感じですかね。はい、はい、やっぱり石渡選手というと、やっぱファンの間では伸びが来てる時の石渡さんが魅力的というイメージがあるんですか？で、自分でもそっちが来てた方が戦いやすいんで、はいはい、じゃあそういう足になりつつあるというふうに考えているんですか？だいぶ伸びの方に寄ってるとは思うんですけど、はいはい、今得点的に準優ボーダーって言うんですけども、はい、準優優勝戦を見据えて、この辺もう一発欲しいなっていうところはありますか？まあ、センターコースなんで、はい、まあ、勝負がけなんで思い切っていくつもりなんで、はい、まあ、今の伸び方を崩さず行こうかなとは思っています。はい、はい、石渡さん、ちょっと日焼けされてるようですが、それはなんかオフの時に何かですね、息子2人がサッカーしてまして、まあそれを息子の試合見たり、まあやっぱ J リーグの試合とかも見に行ったりして、ちょっと焼けてます。息子さんは今、はい、おいくつでいらっしゃる？今中1と小5です。お二人ともサッカーを？二人ともサッカーやってます。石渡さんもじゃあサッカー場に足を運ぶ？そうですね、福田電子アリーナってところなんですけど、はい、そこで飲むビールが最高です。はい、それはかなりリフレッシュになってますか？あ、すごい、もうビールも美味しいし、サッカー見てるのも楽しいし、はい、分かりました。そうしましたら、予選最終日、はい、勝負がけですけども、意気込みを一言お願いします。そうですね、まあスタートも行くだけ行ってみて、思い切って攻めていきたいと思いますね。勝ってみてください。